ソウル時事、ジュエさんとされる、北朝鮮のキム・ジョンウン朝鮮労働党総書記の娘に対する関心が、韓国で高まっている。北朝鮮における、偶像化の動きが進み、後継者説も広がる。一方、年齢はまだ10歳前後と見られ、否定的な見方も少なくない。北朝鮮メディアは、建軍節前日の祝賀会に出席したジュエさんについて、尊敬するという枕言葉をつけて報道。党や軍が敬意を抱いていると受け取れ、後継者説の大きな根拠となっている。一方で、韓国のケンヤス氏の統一省は15日、ジュエさんの登場は、特定の人物というより、ジョンウン氏とその一家に対する、忠誠心を高めるためではないかと述べ、後継者説に慎重な姿勢を示した。他に二人いるとされる兄弟が今後登場するかも、関心を呼びそうだ。ジュエさんが後継者だとすれば、ジョンウン氏の妹、金与正党副部長が、権力の中心から遠ざけられる可能性もある。